今から遥か昔、まだこの世に物質しか存在しなかった頃、有象無象の何かが生じては消えてを繰り返し、やがてあるものが生き残った。それを生命と呼ぶ。結果的に生命が残った理由は、生命が増えるという性質を持っていたからだ。増えるために生命は姿形を変えてゆき、あらゆる環境に適応し、今日の我々に至る。より多く、より広く、より豊かに。つまり、生きる目的とは増えることだ。この砂も、石ころも、水も、増えようとはしない。だが、生命は今日も増えようと必死だ。何せ、死や種の絶滅は、増える目的に反する。そのために、恐怖という罰則があり、あの子も、その苦しみから逃れようと必死だった。より強く、より巨大な不死身の体を生み出し、そして死さえ存在しない世界へと彼女は逃れた。それが始祖ユミル。ここが死の存在しない世界。だとしたら、ユミルの目的は一体、何ですか？俺もここで、気の遠くなる時間をかけて、彼女を理解しようとしたよ。これだけの力を持っていながら、フリッツ王に逆らうことができなかった。2000年もの間、ここに留まり、フリッツ王に従い続けた理由。何かの未練を残していたことは確かだが、それがエレンには理解できて、俺にはできなかった。だから、ユミルはエレンに着いた。教えてください。ここから外の世界に戻る方法は。さあね。